はい、こんにちは。今日は和歌山県であるエギング大会、エギングサミットの方に参加していきたいなと思っています。はい、初和歌山ですし、リルレが九州外に出ることもう初ですね。相棒も呼んでおります。相棒とはね、駅の方でちょっと待ち合わせをしてるんで、合流してから行きたいと思ってます。はい、着きました。ちびすけ合流しましたよ。はい、合流しました。はい、ここまでね、鹿児島から一人で来ました。ここから和歌山に向けて二人旅やっていきたいと思います。はい、頑張って釣っていきます。てか頑張って移動していきます。はい、はい、はい、到着しました。はい、到着しました。よかった、はい、ここからまだポイントまで1時間ぐらい走る予定だったんですけど、和歌山に遊びに来るにあたってですね、ウェルデスターさんの千葉勝也さんにいろいろちょっと斡旋をしていただき、まあ無事到着しましたよって今連絡したらですね、一緒に釣りをしませんかと声をかけてくれまして、お手合わせの方させていただきます。初和歌山です。はい、まあ、楽しんでいきましょう。はい、安全第一で、はい、うんうん、安全第一感じでやっていきます。頑張りましょう。レッツゴー。はい、それではポイント到着です。早速ね、ちょっと坊ちゃんはね投げてますけど、今ちょっとえぐいことが起きてしまったね。えぐいことがね、横で3キロアップが上がっております。到着した瞬間にこれはドラグオンだけが聞こえてきました。レッドです。えぐい。ドラグオンって釣ったんですか？それは聞かんといてください。いやー、でもすごいです。これもう本当、和歌山一発目のポイントでこれ見せられたらちょっと、やる気しかない。もうやる気しかない。出てきた、出てきた。日中にレッドですよ、日中レッド。千葉さんです。お疲れです。今日いろいろ教えていただきありがとうございます。情報を長さで読んでもらって、遠いとこから来てくれてんねんから。これこれですね、うん、これを狙ってよ。これを、はい、全員だって釣られてるんですよ。全員今釣りました。プレッシャーがえぐい。池内さんも来るそうなんで、ちょっと後で許可が出ればちょっと映したいと思います。ええよ。はい、もう千葉さんから許可がじゃあ出たんで、はい、もう回させてもらいます。いやー、ちょっと釣りたい。ちょっと夕間詰め集中しよう。夕間詰め集中しましょう。え、曲げんね、投げていいよ。池内さんも来ましたね。先にいた方6人はてるみたいなんで、本当はいるんですよ、しっかり。はい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 、えぐいわ。池内さん釣れてますね。ちょこっとだけ映しますね。あれ、池内さん今釣ってるの。そして速攻、これがプロと素人の違いですよね。すごいわ。夕方の時間帯なんですけど、ちょっと赤下地のナイトカラーの位置をね、ちょっとぶっ込んでます。とりあえずボトム。そこおるやん。イカイカイカ、それイカよ。イカやろそれ。多分それいた。来ましたね。油断してた。食い上げてきたよ、隼人。追っかけてから食い上げてきた。そう、大きくはないけど。
大丈夫です、大丈夫です。はい、ありがとうございます。やばい、うん、それ怖い。ありがとうございます。食い上げてきましたね。サイズ的にはそんなに大きくはないですけどね。ありがとうございます。和歌山一杯目ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。途中参加でしたけどね。真面目のショートタイムを来てすぐするのやめてもらっていいですか。いやほんまこれね、もうみんな釣った後で俺だけやって聞いてたから真剣にやらなあかん思って、もう取材級に真剣にやった。ほな釣れた。もうバチバチ集中してたのが伝わってきました。もう塩のあるとこ狙おうとか思ってた。頑張った。いやこれがプロと素人の差だなって自分も一人でブツブツ言いながら見させてもらいました。たまたまイカが僕の営業を見つけてくれて食ってくれただけやし。いやマジ貴重な体験でした。自分いやいや、そんなわざわざほんまに遠くからありがとうございます。本番は明日やね。そうですね、本番は明日なんで、はい、本番優勝待ってますよ。いろんなプレッシャーがあるっすね。頑張ってくださいよ。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。朝ですね。本番当日でございます。ただいまの時刻って見えるかな。4時から大会の受付がスタートします。しっかり大会が終わるまでは気合入れて、はい、1位2位を目指してワンツーフィニッシュでね、頑張っていきましょう。はい、大会本番スタートですね。はい、受付も無事に完了して、今朝の5時ぐらいですね。打ったことないポイントですけどね、ちょっと探りながらこの糸場をちょっと乱眼していきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。釣りましょう。頑張りましょう。入賞目指しますよ。はい、よし。はい、それでは私もスタートしていきます。はい、スタート。アモラスで、ちょっとね、朝まつめの活性が高いのを、これね、そこにね、多分シモリが入ってるんですよね、奥の方に。うん、塩は効いてるかな。来た。来てる。いいよ。ナイス。早いね。ちょっと待てよ、回収するわ。ちょっと待てよ。オッケー。いいよ。どうなんですか、久しぶりのイカは。気持ちいいっすね。気持ちいいですね。朝一。ゲソ一ですか。多分ゲソ一。オッケー。いいよ。お願いします。おったな。結構いる。でかい。そこはサイズはそこまでけど、ああ抜けるな。ちょっと待てよ、待て。ちょっと待て。ああ抜けるけど、ちょっと待て。あ、ちょっと待って、見え。ちょっと待てよ。ああ、元気かな。あ、ちょっと待って。ああ、ちょっと待って。あ、ちょっと待てよ。あ、抜けた、ごめん。うわーごめん、ミスった俺が。はい、ごめんごめんごめん。うわーすまん。うわーしくったわ、俺がしくっとるわ。赤ちゃんね、焦ったわ。あーもう俺がバラ、なんでちゃんとか現場やったな。それは俺バラさんと、それはバラさんと。塩にバラ入ってきてるやん。今入ってきてるわよ、タイミングで。ちょっと待てよ、ゆっくり。おい、絶対バラさん。絶対バラさんけん。何やってくれてんのよ、8ポイントで。連発で。でかか。ゆっくりよ、いいよ。
やっぱこの潮目に乗ってきたね。乗ってきたよね、入りよるもんね、潮目の。そこであまり当たりがなかったから、しっかり中層付近でやってみようかなって、うん、でボール中で切ってきて。取ってきた。でかいぞ。ほら。お、オッケーオッケー、いいよいいよ。これいけるかな。で、これバリでかくわ。いいよいいよ、めっちゃ抱いとるわ、いいばいいいばいいいばい。もうちょいもうちょいもうちょい、まだよまだよ。ナイスこれ、ここまでひっつくっすさ。メスこれ、メスやね。ナイス。どの大会も共通なんですけどね、生きたイカを写真を撮らないと天領に持っていけないので、はやとくんが釣りました。はい、ちゃんと動画に撮ってます。よし。うわー。出ました、この最高の笑顔。嬉しすぎます。これは俺も嬉しいわ。向こう側行ってみようか。行こうよ、行こう行こう行こう。ホール中に抱いとった。でかい。いやー、そんな大きくない。めっちゃ抱いとるもん。いいサイズやった。意外といいサイズ。メスけどね、いいサイズです。これで2人とも釣れたな。お疲れ様です。お疲れ様です。釣れました。釣れました。1キロ、いや、あるかな、あるかな。1キロは多分あると思います。測ってないんですよ、県領に持ってきてから測ろうって言って。やり釣れたね。よかったな、和歌山で釣れてな。はい、ね、千葉さんに報告しに行かんばって言ってから。やったやった。で、取れたものっていうか、もう全部そうなんですかね。はいはいはい。ご確認ください。はい。856。はい、大丈夫です。はい。和歌山の名水を加えてるってことですか。おー、1266。ちょっと、これ多分投げたら死んでなくなっちゃうじゃないですか。結構上がってます。よろしくお願いします。しかも私は使う意味があります。はい、検量と付着チェックね。はい、終わりました。終わりましたね、はい、でかかったですね、意外と。でかかったです ね1260ありましたね。はい、いいやん、1キロ超え、春イカ、はい、イエイ。いやでも楽しかったね、いい経験です。はい、こっからね、ウェアをちょっと一回着替えて、はい、エギングサミットもう一回行きたいと思います。はい、いよいよ上位3名の発表となりました。第3位から発表させていただきます。超過1杯 2550g 釣り上げられました。おめでとうございます。続きまして第2位準優勝の発表です。2杯の合計ですね、3224g。 おめでとうございます。エリングサミット2024イン田辺、優勝は2杯釣られております。
こちらの合計4512g を釣られました。おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、和歌山は。楽しかったです。楽しかったですね。はい、大会結果残すことはできなかったです。はい、まあ、できなかったですけど、やっぱ初ポイントでしっかり超過を上げれる、超過を上げたところは称賛できるんじゃないかと思います。はい、本当いいところでした。何が一番良かったかって、やっぱ人が温かかったですね。はいはい、優しかった。釣り人もそうですし、釣り人以外の方とかも結構声かけても気さくに喋ってくれたりとか、うん、野猿の人とかもね、こう行こうっていいですかって言ったら、もう全然どうぞとかね、うん、逆に入ってくる人も、ここちょっと出してもらっていいですかって、結構ね離れてたんですよ。結構離れてたんですけど、横いいですかとか言って、うん、いやもう全然どうぞって言ってね、相手を思う気持ちですよね。ここが和歌山もあったかいなって思ったところでしたね。うん、大会もすごい楽しかったしね。はい、うん、秋もあるらしいですよ。秋も行きましょうか。秋はね、なんかまたフィールドが違って、また別の楽しさがあるよってことでね、うん、ぜひまた、はい、バトルに行きましょうか。はい、行きましょう。この動画がね面白かったと思う方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。ここからプライベート時間ということで、はい、遊びに行きましょうか。行きましょう。今からじゃあユニバリーゴー、ゴー、バイバーイ、バイバーイ。